どうも、里江です。本日は侍ジャパン稲葉篤紀選手の能力予想の方やっていこうと思います。3月8日の水曜日に侍ジャパン2009年の、日本代表選手が登場することが決まってるんですけど、ファイターズはなんと稲葉選手がね登場するということで、今回はその侍ジャパン版の稲葉選手の能力予想の方やっていこうと思います。現在登場している小笠原選手も一部能力が変更されているので、もしかしたら今回登場する稲葉選手も能力が変わる可能性があるということで、今回は2009年付近の成績や据え置きの方の能力を見ながら今回予想していこうと思います。では行こう。まずは3捨てなんですけど、昔登場していた OB の稲葉選手の能力を見ていきましょう。こちらライドラでミート82、パワー74、走力69ですね。打率がキャリアハイの3割3分4厘で、ホームランが17本打ってる年ですね。ライドラっていうところは、今回の侍ジャパンも変わらないんじゃないかなと思います。侍ジャパンのね、能力が反映される2008年の稲葉選手の成績がこんな感じですね。打率3割1厘で、ホームランが20本打ってますね。打率はね、2007年と比べて下がってるんですけど、ホームランっていうところは2008年の方が多いですね。この成績からミートの部分は下がる可能性がかなり高いですね。パワーのところは3本差なんですけど、多少上がるんじゃないかなと思います。ミートがマイナス2でパワーがプラス1と予想しますね。ミート80、パワー75、走力69、あまりね変化はないんですけど、ライドラにとってパワーのね能力上がることは非常に大きいと思います。続いて守備なんですけど、守備数値のところは小笠原選手と同様、変わることはないんじゃないかなと思います。メイン適性もライトのまんまですね。稲葉選手結構ファーストのイメージもあるんですけど、この2008年2009年は外野、ライトを中心に守ってたので、外野適性のみだと思います。この時の据え置きの能力がこのような感じで、この時はねライトが A なんですよね。可能性はね低いと思うんですけど、ライト A になる可能性も少しはあるかなと思います。これもしねライト A になってしまうと、太田大選手がね使われなくなっちゃうので、そことね区別するためにライト A はないんじゃないかなと思います。それでも、裏捨てなど含めて稲葉選手十分守備で守れる能力なので、このまま登場してほしいところですね。はい、続いて独能なんですけど、OB の稲葉選手が超ラインドライブ片目打ち回初球ですね。超ラインドライブはパワーの数値が上がるので、ここはなるべく維持してほしいところですね。片目打ちと初球はね、めちゃくちゃ強い特能ってわけではなくて、いつでも出る特能ではないので、ここは個人的にも変更されてほしいなと思います。据え置きの特殊能力のところを見てみるとこんな感じで、すごいたくさんついてますね。上から順番にラインドライブ、アベレージヒッター、チャンス、逆境、存在感、走塁とかね、いろいろありますね。これを見るとですね、もしかしたらアベレージヒッターやチャンス、逆境、存在感が、今回の侍ジャパン稲葉選手につく可能性が非常にあるんじゃないかなと思います。もしね、アベレージヒッターやチャンスなどが片目打ち初球の代わりにつくと強化になるんじゃないかなと個人的に思います。全くね、能力が変わらないってことはないんじゃないかなと思いますし、多少ミートパワーが上下したり、特殊能力の部分が変わる可能性があるので、できればね、この稲葉選手も小笠原選手と同様強化してほしいなと思います。OB の時からラインドライブっていうところで、結構2チャーム純粋にとっても欲しいって方が多いんじゃないかなと思います。能力予想はこんな感じです。はい、ってことで、最終能力はこのような感じになるんじゃないかなと思います。はい、一番の変更点は特能なんじゃないかなと思いますね。もしねこの能力で出た際は、かなりこの侍ジャパンの稲葉選手とか、小笠原選手も同じなんですけど、かなり貴重になると思うので絶対獲得しときたいところですね。大会とかだとね、写真変更しなければおそらく使えないと思うので、写真持ってる方もぜひね獲得したいですね。ぜひね皆さんのこの侍ジャパン稲葉選手の能力予想の方もコメント欄の方に記載してもらえると嬉しいです。3月8日稲葉選手獲得する方、できればね最小エナジーで獲得できることを願ってます。ご視聴いただきありがとうございました。